こんにちは、ソルトです。今回は iPhone の便利機能メモアプリ編を紹介していきます。皆さん iPhone の標準アプリのメモを使っていますか？使っている人は多いと思いますが、使いこなせている人は少ないのではないでしょうか。そんな方のために、今回は僕がこれめっちゃええやんって思うものを3つ紹介していきます。1、チェックボックスの表示。メモを使っている時にトゥードゥーリスト的な感じにできたらいいなって考えたことはありませんか？僕はあります。トゥードゥーリストってすごく便利なんですよね。忘れ物防止にもってこいです。他のアプリを使ってやっていたのですが、標準のメモアプリでできることを最近知ったので、今宵紹介していきます。まずメモアプリを開きます。次にメモの画面に移ります。今回は右下のボタンを押して新規で作成します。次にこちらのチェックボタンを押すだけで、このようにチェックリストが作れます。この状態で開業すると、開業した行にもチェックマークを表示させることができます。これだけでトゥードゥーリストの完成です。補足なのですが、今まで入力した文字をトゥードゥーリスト化するときは、すべて選択し、チェックマークを押すとトゥードゥーリストに変更することができます。チェックマークだけでなく、リストを表示させることもできます。リスト表示はこちらの A のマークを押すと、フォーマットを選ぶ画面が出てきます。そこの下にあるこちらのマークを押すと、文字の前に点をつけることができ、リスト表示することができます。他にも点の代わりにマイナスや数字にこちらのボタンで切り替えることができます。これでよりメモを見やすく簡単に表示させることができます。2、ブックマークの保存。皆さん、メモアプリでブックマークを保存できるって知ってましたか？最近まで僕も知りませんでした。使ってみるとすごく便利で見やすいので紹介していきます。やり方は簡単で、あらかじめメモでブックマークのフォルダを作成しておきます。次にウェブサイトでブックマークしたいサイトを選びます。ブックマークしたいサイト上で共有ボタン。次に右にスワイプしてメモのアイコンを押します。すると保存先の画面が出てくるので、フォルダを選択します。次に保存を押せば完了です。メモアプリ上にはこのように写真付きで表示されるので、このまま画像を押せばこのようにサイトに飛んでくれます。カテゴリー別にブックマークを保存しておくと非常に便利です。3、メモのロック。僕が推したいのはこの機能です。僕はメモアプリにパスワードなどを保存しているので非常に重宝しています。僕みたいにメモにパスワードを登録している方がいれば便利なので一度やってみてください。設定方法は非常に簡単で、パスワードをつけたいメモを開きます。次に上の点々マークを押します。するとこのような画面が出てくるので、こちらのロックボタンを押します。するとパスワードを入力する画面が出てくるので、パスワードを入力します。今回はソルトにします。そしてヒントを使用にします。これで完了ボタンを押すと、このようにロックが追加されましたという画面が出てきます。この後に上の鍵のマークを押せば OK です。これでロックされます。表示したいときは鍵マークを押し、パスワードを入力します。すると開きます。パスワードを2回間違えると、このようにヒントが出てきます。
なのでパスワードを思い出せるヒントを入力しておきましょう。もちろんパスワードを忘れると開けなくなるので注意しましょう。もしパスワードがわからなくなったときは、設定、メモ、パスワード、パスワードのリセット。で、iCloud のパスワードを入力すると、リセットすることができます。ですが、今までのパスワードをかけたのは開けなくなります。以前のパスワードを思い出せば、このようにアップデートすることはできますが、こんなことが起こらないように、タッチ ID は登録しておきましょう。いかがでしたでしょうか？今回はメモアプリの便利な機能を3つ紹介しました。3つの中で知らない機能は1つぐらいあったのではないでしょうか。僕のおすすめは最後のメモのロックです。他にも便利な機能があるので、いろいろ試してみてください。この動画が良かったという方はグッドボタン、これからも便利な機能を紹介していくので、また見たいよっていう方はチャンネル登録お願いいたします。コメントをいただければ順次返信していきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。